ク、ポージド、はい、これもですね、飛び系のアイアンです、はい、7番のロフトが26度、はい、26度で割とこうブース、まあ、割とストレートネックなので、やっぱり飛ばしたいんだけど、でもホージドも使いたいんだっていう方にはいいんじゃないかなと思います。エピックのホージド、これもホージドという文言が入っておりますけれども、ホージドという感じはあんまりしないんですけれども、ただこれもですね、やっぱり飛びます。26度、7番で26度、飛び系のアイアンですね。まあ、飛び系を堪能していただければと。では、はい、プロギアのエックスね、フォーチャン、もうこれは絶対飛ぶでしょう、アイアンがですね、はい、グレーに打ってもらいますね、はい、あ、この感じ結構飛びそう、いやもう飛ぶでしょうっていう行きましょう。しかもなんかこうハンドループでこれ当たりしてるの持ってこない、はいはいはい、もうロフトがもう立ってるから、はい、でなおかつこうバンスが広い、はい、滑るから、はい、インパクトロフト殺さないで打てそう。ちょっとこれ暴露しますけど、これ実はさっき撮ってて音声取れてなくて、はい、もうグレーが打ってるんですよ219ヤードで、僕が打ってたのも実は取れてなかった僕で207ヤード取りましたからね、やばいやばい、見ててください、はい、27。さあ、はい、これいったんだ、230、すいません、228、いや、もう飛ばしたい人はこれ買ってください、これ買ってください、これめっちゃ飛びます。これ音声ありバージョン、はい、これもうさっき音声なしバージョン流れてたんですよなんかもう素足になってたねおー、いいんじゃないですか、いい音ですか、いいんじゃないですか、いやいいよ、ゴーゴーゴーね、あれー204ね、204見ました、やばいこいつ飛ぶで、この後のですよ、このモンスター、モンスター、これ何度ぐらい違うんでしたっけ、これもでも26度、26度、どっちも、いや、もしかしたらですよ、もしかしたら、はい、こっちの方が優れてるかもしれないですよ、せーの、エピックよりもこれは僕、レッドとグレーで、はい、証明ができます、どっちが飛ぶか、飛ぶかね、はい、僕今228、はい、で僕は204とか207ぐらい、そうですね、じゃあ、はい、さあモンスター火を吹くかな、あれやばそうだないやでも俺なんかエッグのが飛ぶって思ってますよ、なるほど、これいいとも、右に出たけど右に
出たけど、右に出たけど、ちょっと待てよ。待て、もうすでに189だもん。だって189でとんでない感覚になってる。おかしいです。ちょっと感覚がよくわからない。おかしくなってきちゃってる。あの200をコンスタントに飛ばないといけないになってるね。素足効果出てますよ。素足効果は、うん、ちょっと出てます、ね。出てる。踏まれてる。その靴の中でもズレがない。ズレがない。これは言ったでしょ、うん、これは言ったでしょ。いやこれ190だ。ぶっちゃけていいですか。はい。X グレテル説出てますよ。出てる。これあれじゃないですか。エッグのが飛ぶ説出てます。この厚みじゃないですか、はい、もしかしたらこれを証明するのは、はい、もうグレーが、はい、はい、任せてください。本当ですよね。よいしょ。マジで。ちょっと止まっちゃった。マジで。やばいやばい。これだ。これで。やっぱり。やっぱり。こいつ。こいつモンスターだったな。モンスターだ。7番だから。やばいやばいやばい。ちょっと。わかんない、俺も。俺もわかんない。あの、どういう解説したらいいかわかんないですけど。飛ぶんですね。そうですね。飛びすぎだよ。これ飛んじゃったな。ただ、なんか捕まるし、はい、とりあえず。そうですね、捕まっちゃいますね。はい。なんか僕の振ってる感触だと、結構この動きが結構いい感じにこう、うん、早い、うん。僕の。そうですね。フッカーの人にはちょっと、あれですけど。フェードヒッターの人にはちょっと遅らせて、ちょうどいいタイミングだ、うん、ちょうどいい感じはします。店長、この数字を見て、はい、いやモンスターですね。これモンスターですよ、飛びますこれ。やばいでしょ、エピック、ホージドスター、恐るべし。じゃあタイトリストから、ずらーっと行ってきましたけど、はい、まあ、僕の中の一番はエッグ。いやもう飛びと打感と振りやすさも全部トップしたこいつ。なるほど、はい、僕はもうなんか飛距離はこいつ、はい、飛距離で打感はこの辺こいつとこいつ、ね、これも良かったですね。そうですね、僕は、うん、はい、これが今全部新作なんです、はい、全部新作なんです。どれ買う？どれ買う？みんな売ってみないと分かんないですね、はい、これはもう押し出しないと絶対買っちゃダメっすよ、はい、そうですね、はい、ちゃんとテストしてからやったほうがいいですね、はい、距離で、まあ、ちょっと飛んでほしいなっていう方と、まあ、普通そうですね、今の現状からっていう、まあ、距離感のところがやっぱり一つポイントになるんじゃないかなと思います、ね、じゃあそんなに飛ばなくていいよっていう人は別に飛ばなくてもいいと思います。そうそう、はい、7番やで200飛んじゃったら下なくなっちゃうから、そうです、間いちゃう、間いちゃう、何本入れるんだみたいな。あ、ではお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。新作クラブシダシリーズ、うん、これ4日間ぐらいあったのかな。はい、はい、伝えてましたでしょうか、うん、このぶっ飛びアイアン。飛びましたね。あとぶっ飛びドライバー、はい、ドライバー、まあ、ちょっとドライバーに関しては僕活躍してないですけど、はい、まあ本当にクラブメーカーによって全然特徴違って、うん、そうですね、すごいなと思いました。はい、なんかグレーありますか、感想は。そうですね、僕もずっと何年ももうクラブ変えてないんですけど、久々にこんな新しいの変えますか。変えちゃいます。変えちゃいますか。まあでも、新作を打たせていただいて、まあ、やっぱり進化してるなと実感しました、ね、本当に、優しいのもあれば難しいのもあって、うん、
幅広く多分ね、うん、ゴルファーの人方には、ね、楽しめるかなと思います、うんうんうん、本当に、うん、あ店長はなんかそうですね、もういろいろもう変わりすぎるぐらい変わってまして、うんうんうん、そのメーカーさんもですね、いろんなこうアプローチの仕方で、はいはい、このメーカーさんはじゃあここ、このメーカーさん全部ちょっとアプローチが違うところがすごく、まあ、見てて面白いなと思ってますけれども、うん、きっと会うクラブは必ず会うと思いますので、はい、これだけ、これだけ、はい、最近どうですか、うん、ありがいに恵比寿ゴルフレンジャー見てるお客さん、あお客さんてます、はい、増えておりまして、はいはいはい、見たよという声と、あと先日いただいた声としては、はい、ブルーすごいねブルーなんであんな振りできるの俺もああいう風に振りたいよというあのお客さんいましたブルーナイスです。それをありがいに来るって面白いですね、はいそうですね、かかりはコメントじゃないですからね、コメント入れましたじゃなくてブルーすごいよって言ってました。いいですよね、面白い。それは、はい、恵比寿のレンちゃん見たって方には何かあるかもしれない と、はい、あるかもしれないので毎回言ってますけど、何かもしれないんで、はい、みんなありがいに仕出しに来てください、はい、ぜひぜひお願いします。お願いします。バイバイ。いつでもどこでもグリーンやっぱ1打目2打目の精度を上げれば自然的に発注後は消えるようになるんじゃないかなとは思ったり、まだ来てるんですけど